フランス海軍の揚陸艦、ウラガンのウェルドックに収容される上陸用集停ウェルドックとは、艦艇の船尾、喫水船直上に設置されるデッキ状のドック式、格納庫である。上陸船の効率を向上させるために、第二次世界大戦期に実用化され、ドック型揚陸艦及び強襲揚陸艦、ヘリコプター揚陸艦などに装備される。揚陸艦が、 上陸船を行う際には、揚陸艦とはエルドック内の上陸用集艇の間で、物資や人員を異常させ、ドックに注水して、揚陸艦の船尾を下げて、半水させ、揚陸艦外に上陸用集艇を浸水させることができる。日本の海上自衛隊が保有する、おおみ型輸送艦は、ウェルドックを装備し、他国のドック型揚陸艦に相当する揚陸機能を持つ。また近年では、 海上治安活動の重要性が増したことから、巡視船や戦闘艦にも警備用の小型高測定を運用するために、小規模なウェルドックが設置されることがある。海上保安庁では、おじか型巡視船のネームシップで採用されたものの、不評であったため、2番線以降では廃止された。これは、当初は20ノットでも、搭載艇の効果。 要集に対応するとされていたにもかかわらず、実際に運用した場合、母船が10ノット以上で航行していると、船尾流場が盛り上がって、搭載艇の運用が事実上不可能となってしまった。ほか、追い波を受けて、搭載艇が破損する事故が発生したことによるものである。その後、アモ型巡視船においては、注水式のドックではなく、ビンチによって、 斜面を昇降させるというスリップウェイ方式が採用された。これは運用者からの評価は良好であったものの、ネームシップが九州南西海域工作船事件に参加し、北朝鮮の工作船からの射撃を回避するために全速更新をかけた際に搭載艇が破損したことから、後続の都から片巡視船では搭載艇をクレーンで吊り下げるシングルポイントリフティング方式を 採用している。ただし、21世紀に入ってから、アメリカ合衆国では、戦闘艦へのウェルドック装備を進めており、海軍の沿海域戦闘艦や、沿岸警備隊のセンチネル型カッターには、ウェルドックを、バーソル普及カッターには、スリップウェイを設置している。ありがとうございます。